衝撃のウイルスから日本を守れ。2018年、岐阜県のある養豚場で恐ろしいことが起きた。どういうことだ。豚が突然次々に死んだのだ。そして最も恐れていた病気が判明した。豚熱。それは豚やイノシシが感染すると病原性が高い場合ほぼ 100% 死ぬと言われている恐ろしい伝染病だった。豚熱だと。はい。実はこの豚熱、日本ではこの時まで26年間発生していなかった伝染病だった。すぐに各所に連絡、養豚場の防疫に当たってくれ。わかりました。それはすぐに日本中に広まった。岐阜県は今朝までにこの養豚場で飼育されている豚すべてを殺処分しました。2日後にはこの養豚場の豚全頭の殺処分を完了。事態はこれで収まる、そう期待していた。だが、大変です。感染がイノシシでも確認されました。今日野生のイノシシからもトンコレラの陽性反応が出たことが分かりました。今度は豚熱に感染した野生のイノシシが次々と発見されたのだ。すぐに緊急の会議が行われた。当時実際に対応に当たった岐阜県農政部次長高井さんによると、想定外ですね。なぜ豚熱が出るのかなという思いでいたんですけど、実際に発生をして、まあ、養豚場だけであればですね、農場の防疫措置で収まるんですけども、野生動物に入るってことはもう我々ではコントロールができない範囲になってしまいますので、この後どのような状況になっていくのかっていう不安がありましたね。それはすでに養豚場以外にも感染が広がっているということだった。感染したイノシシの糞や死骸から豚熱ウイルスが鳥や小動物たちに付着し、感染が広がったと思われた。翌2019年には岐阜県だけにとどまらず他県にも広がり、静岡や群馬、埼玉でも感染を確認。やはり全頭殺処分しか。豚熱は1頭でも感染が確認されると、その養豚場の豚全頭を処分しなければならない。人間には感染することのない豚熱だが、このまま感染が広がれば日本から豚肉が消えてしまう。養豚場や食に大きな打撃を与えかねない事態。そんな中、ある対策が行われた。それがワクチン接種です。ワクチン接種。この豚熱には有効なワクチンがある。それを接種すれば感染拡大を防げるのだ。だが一方で、日本はこれまで豚熱が発生していない清浄国として、豚肉の輸出に関して国際競争上優位な立場を維持していた。ワクチン接種を行えば清浄国ではなくなり、海外への輸出量やブランド力に影響を及ぼしてしまう可能性があったのだ。だもはや感染拡大を止めることが第一優先となり、ワクチンを接種。こうして岐阜県での豚熱は全国の関係者の協力を得て現在小康状態にあるものの、殺処分された豚は全体のおよそ6割となる7万頭にも及んだ。だが、そもそもなぜ日本になかった豚熱が発症したのか。可能性の中の一つとしてはですね、地方に持ち込まれた肉製品、その食べ残しが、その例えば野生のイノシシに入って、でそれがまた広がっていくという可能性はあるかとは思いますけどね。そう、観光客などが海外から持ち込んだ食品などに混じって入ってきた可能性があった。そんなことが起きないよう奮闘しているのが空港の動植物検疫。東京国際空港、通称羽田空港。
今年に入り爆増する外国人観光客。世界で最も清潔な空港として8年連続1位を誇り、その面積は空港がある大田区のおよそ1/4。発着回数、利用者数を含め日本最大の空港。そんな羽田空港の手荷物受け取り所の横にある動植物検疫では日々乗客との戦いが。ノープロブレム。今ね、検査中、今検査中。ノーフライパンはダメ。豚熱などの伝染病を持ち込ませないために厳しく荷物をチェックしている。そして重要な任務を任されているのが検疫探知犬。特殊な訓練を受けた彼らが持ち込んではいけない荷物などを嗅ぎ分け、見つけるとお座りで合図する。それにしても一体どんな人がどんな目的で何を日本に持ち込もうとしているのか。仰天ニュースは5日間にわたり羽田空港、そして関西国際空港の動植物検疫に密着。理由はどうであれ日本にはまた入る。そして分かった衝撃の真実とは。8月下旬中国上海からの便が到着した。すると早速探知犬が反応。中国上海から来たという女性のスーツケース。一体探知犬は何に反応したのか。そのまま女性はカウンターへ。すぐに荷物をチェック。すると。なぜかどんぐりが。で、他にもスーツケースの中には大量の食品が。そして。実は鶏肉を含む肉や肉製品の持ち込みは原則禁止だが、女性のスーツケースからこの肉製品が続々。そしてこんなものも。パンよ。実はこれ中国で売っているローソン瓶と言われる肉が入った人気のお菓子。ちなみに種類にもよるが、中に入っているこれが肉。もちろん持ち込み禁止。これらの肉製品はその場で全て処分となる。それにしても一体なぜこんなに持ち込んだのか。友達にあげようと思って。肉だって知らなかったのよ。さらにフィンランドから来たこのカップル、荷物の中から出てきたのは鹿のジャーキー。実はジャーキーなどは国によっては検査証明書があれば持ち込める場合もあるが、証明書がないため処分となる。お土産です。宿泊する旅館のおかみさんに渡そうと思って。でもしょうがないです。肉の持ち込み禁止に関して動物検疫所新堀次長は、海外ではですね、悪性の家畜の伝染病が多くの国で発生しているんですね。で、そういった病気というのはやはりそういった肉とか肉製品を介して国内に侵入する恐れがありますので、現状、ほとんどの、肉製品は日本への持ち込みができないという状況になっています。そう、ほとんどの肉製品は NG。 続いて香港からの旅客機が到着。さあ探知犬はどう動く。続いてある夫婦が連れてこられた。そのカバンからは、いや入っていません。そう、生姜だよ。次々と生の野菜が。その後もスーツケースの中から大量の食材。さらに別のスーツケースからも。
出てくる出てくる。一体なぜ？全部娘のために持ってきたの。二人は夫婦、日本にいる娘に1年ぶりに会いに来て、手料理を作ってやろうと大量の食材を。これは娘への愛なのよ。これはスパイス、これはドライフルーツ、これはお米よ。あなたたちにも馴染みがあるでしょ。だから問題ないはずよ。が、これらは日本に持ち込めません。実は生の野菜やスパイスなどの植物は検査証明書がないため持ち込み禁止。娘への料理に燃えていた母、無念の涙。娘に喜んでもらおうと持ってきたのでとても残念です。日本にこういうものが持ち込めないなんて全く知らなかった。では一体なぜこれらの植物が持ち込めないのか。実は日本全土を危険にさらす害虫がすぐそこまで迫っていた。日本に住む娘のために持ってきた大量の野菜を持ち込めなかった夫婦、一体なぜ持ち込めないのか。横浜植物防疫所羽田空港支所内藤次長によると、日本に存在しない病気や害虫が日本に入り込むことを防ぐためです。例えば東南アジアからのマンゴーは持ち込みができない。なぜならマンゴーには国内にはいない見栄えと呼ばれる害虫が潜んでいる可能性があるから。他にも海外から持ち込まれるサツマイモには、もともと日本にいなかった害虫アリモドキゾウムシが寄生している可能性があるため禁止。実は去年静岡県ではこの害虫を確認。朝顔の栽培に制限がかかる事態となった。このように生の野菜やフルーツなど植物の多くは持ち込みが規制されている。2番の方バッグの中にマンゴーが3つ入ってました。一方こちらは技能実習で来日したネパール人のお二人、持ち込んだのは大量の豆。その理由は、カレーライス。カレーライス、自分の国なので好きです。果たして持ち込みは可能なのか。なんとダメなものと大丈夫なものが。一体なぜ。これ食うけどね。これは生。ノンフライパンはダメ。そう、豆などの植物は十分な加熱処理が認められれば持ち込めるのだ。とはいえ半分以上の豆は処分。残念ながら諦めるしかないようです。一方関西国際空港では、だから機内で出たんだって。私は甘いの食べられないの。何やら興奮している女性が。中国から来た彼女。じゃあここで食べるよ。これ食べていい。あ、ダメ。持っていたのはマスカットやリンゴなどのフルーツと、これ牛肉です。それは私友達にもらったの。牛肉かどうか知りたいんです。わからないわよ。これは牛肉です。当然持ち込みは禁止が、私持病があるのよ。一つくらいいいじゃない、自分で食べるから。全く納得していない様子。多分生物じゃないわよ。生だろうと加工だろうと肉は持ち込めないんです。必死で説明し処分すると伝え、怒りは収まらず、今朝もらったばっかりのものなのよ。何なのよ。そしてせめてリンゴくらい返してくれてもいいじゃない。私朝6時に出たのよ。キュウリしか食べてないの。せめてリンゴと梨1個ずつ残してくれたらいいのに。だってこれから京都に行くのよ。お腹すくじゃない。娘の夫が亡くなって
わざわざ日本に来たのに。悲しい出来事もあったせいか思わず号泣。私は悲しいのに。その後彼女は京都へ向かっていった。そして意外と多いのがこれ、アメリカからやってきた女性が手に持っているもの。サンド、はい、はい、ぜひそれだけ。ハムサンド、もちろん肉が入っているため持ち込むことができない。で、それどこで買います？あ、デルタ、デルタ、デルタ。いいえ、買ってないわ。これは機内食よ。そう、機内食。なんと、たとえ機内食でもハム、野菜などの食材が入っていると持ち込めないのだ。Did you know maybe that you couldn't get something? 知らないかった。知らないかった。ちなみに持ち込みできないものは。すべて焼却処分ということにさせていただいてます。すぐに焼却するほどの徹底ぶり。そんな中こんなものも。フィリピンから来た男性、スーツケースの中には大量のお菓子。そして謎のプラスチック容器。これの中身はわからないですね。彼が知らないというこの容器、一体何が入っているのか。魚ですね。さらに、これ何ですか？なんか料理ですかね、はい、ちょっと開けていいですか？はい、はい。魚ですね。またも魚。でもなんと持ち込み OK。 超意外な理由に仰天。フィリピンから来た男性のスーツケースから、魚ですね。次々と魚が。そりゃダメでしょう。すると、なんと持ち込み OK。 実はもういわゆる魚を使った料理については、動物検疫の対象ではありませんので、家畜伝染病予防法の中に魚の疾病は、はい、入っていないということです。そう、魚料理は問題なしが、男性は別のカウンターでさらなるチェックを。で、あとで処分しますよ。アジア料理でよく使われる生のレモングラスなどのハーブや、薬用植物と言われている生のわさびの木は検査証明書がないため NG、 処分となった。持ってくる気はなかったんですけど、フィリピンのおばさんに無理やり持たされたんです。しょうがない、しょうがない。そして今一番警戒されているのが、侵入を許せば日本中がパニックになるある恐ろしいウイルス。その正体とは。今年に入り激増した外国人観光客。そんな中、動物検疫所が特に警戒しているのが、豚が入ってるじゃん。豚肉です。豚の油。豚の油だけ、はい、そう、豚肉。豚熱を警戒しているのはもちろんだが、今それ以上に警戒されている家畜伝染病がある。それがアフリカ豚熱。こちらも豚やイノシシが感染する家畜伝染病で、人には感染することはないものの、一度発生するとその感染力は凄まじく。2018年中国で確認されると、瞬く間にアジア全土に広がり、現在東アジアで未発生なのは日本と台湾だけという、今世界中が警戒している家畜伝染病なのだ。そしてこの伝染病が最も恐ろしいのは、豚熱と違い現在有効なワクチンがないということ。そんな超恐ろしいアフリカ豚熱、実は見つかってます。すでに日本でも空港でウイルスを止めている驚きの方法とは。ワクチンがない恐ろしいウイルス、アフリカ豚熱。
現在東アジアで未発生なのは日本と台湾だけ。だが実は見つかってます。海外から持ち込んだ、豚肉製品からですね、あのアフリカ豚熱の遺伝子は、確認されてます。なんとこれまで動物検疫所が処分した肉製品の100件以上でそのウイルスの遺伝子が確認されていたのだ。昨年1月にアフリカ豚熱が確認されたのがイタリア。その結果日本はイタリアの豚肉の輸入を停止。イタリア産の生ハムが日本から消えるという事態に。もちろん他にも警戒すべき危険なウイルスや病原菌はあり、そのどれもがいつ入ってくるか分からず、侵入すると大きな被害を及ぼすことに変わりはない。そしてこの後、探知犬がまさかの匂いを嗅ぎ分ける、ものすごい能力に仰天。今年に入って爆増した外国人観光客、日本へ持ち込み禁止の荷物を見つける大役を担っているのが探知犬。検査の合間にも持ち込み禁止物の匂いを嗅がせチェック。訓練というか、見つけたものを強く覚え込ませるって感じですね。肉や植物などを嗅ぎ分け、見つけたらお座り。どんどん禁止物を発見し大活躍。さらには確かに少し前までバッグにリンゴが入っていたのよ。そう、一度入っていた禁止物の匂いさえも探知するほどの能力。午後2時30分、中国からの便も到着し、人があふれかえる中、探知犬がまた何かに反応。カウンターに促されたのは中国から来た夫婦。出てきたのはフルーツ。これダメだろ。フルーツはダメなの？はい、持ち込み禁止です。すると食べきれないならとっとと捨てりゃよかったのに。食べきるはずだったのよ。でも忘れちゃって、友人にもらったから。友人じゃないだろ、お前が食べたいから持ってきたんだろ。だからこうなったんだ。食べきれると思ったって答えただけでしょう。ダメなものはダメなんです。だから食べられると思ったの。どっちが悪いんです。私です。うっかり忘れてた。もうダメです。植物検疫カウンターにやってきた一人の男性、大きな箱をいくつも。サングラスをかけた彼は何を持ってきたのか。小分けにされた植物。この後この植物らしきものの検査で検査官は大忙し。男性は何を運んできたのか。植物検疫カウンターに大きな箱を何個も運んできた男性。中身は何やら植物のようだが、一体これは？西洋蘭の展示会に参加するための蘭の苗を持ってきたんだよ。実は彼、エクアドルからやってきたフラワーアーティスト。この日、翌日から池袋で行われる西洋蘭の展示会に参加するため来日。苗を持ち込んでいたのだ。そう、これら全てが蘭。その数700株以上。これら一つ一つを検査証明書と種類、数が合っているか確認する必要が。3人がかりで確認作業が行われ、病害虫がついていないか隅々までチェックで、確認にかかった時間はなんと3時間。これには終わったよ。でもちゃんと確認してくれるから安心だよ。サングラスの男性のその中は笑顔でした。次に探知犬が反応したのはこちらの女性。
インドネシアからやってきた彼女。お母さん、これも見ますか。そのスーツケースの中は大量の食べ物。おやつ。これ豚が豚なんか。ジェジャ。豚じゃない。出てきたのは牛の皮や鶏の腸を揚げたもの。もちろん持ち込み禁止。さらにこれが何の？ソーシーウインナーね。そうだね。牛のソーセージにアボンと呼ばれる牛肉のふりかけも。生姜じゃない。ランコアス、だし、生姜と同じ。生姜と同じのは、もう、証明書がないと持ち込めないです。これダメの？持ち込めない。あんまダメの？さらに。これ中は何ですか？これは、お餅。今度はバナナの葉に包まれた餅。これも包んでいる葉っぱは持ち込み禁止。すると彼女は葉っぱだけ抜く、中身だけ持ってた。なんと中の餅だけを持っていくことに。一体なぜ彼女はこれほどのものを日本へ持ってきたのか。日本住んでいます。もう長い。実は彼女、25年前から日本に住んでいるという。日本ウールはもうドライだからあんまりプレスない。で、インドネシアに一時帰国した際、食材を買い込んだという。そんな彼女、こんにちは。こんにちは。ちょっと気になったので後日訪ねてみた。日本人男性と結婚した筒井あゆさん。私大きいのが塾だから。彼女はなんと16人兄弟の10番目。ちなみに結婚した当時はこんな感じの女性でした。そんなあゆさんのご家族は息子です。名前はトシ。お兄ちゃんのトシさんに大学生のアンジェリーさん、そして末っ子のアニーサちゃんの仲良し家族。このを持ってね。持たない。でも食べたくならない。いっぱい食べて、ウニでいっぱい食べて、日本を持てない。だからごめんなさいね。今後はお気をつけください。関西国際空港ではスーツケースからさまざまなフルーツが。持ち主は今日はどちらからいらっしゃいますか。今日は青島から。中国に一時帰国していたこちらの男性、フルーツだけでなく肉も。この荷物に食べ物入ってないですか。が入ってるじゃないですか。2つ目のスーツケースからもレモン。さらに肉がじゃんじゃん出てくる。鶏肉だけでなんと2キロ。さらに豚肉も2キロ。一人にしては多い方だと思います。合計4キロ。一体なぜ持ち込んだ。半分は友達に食べに行けて、半分は自分は食べたい。売ってるけど中国の価格が5倍。少しでも安く手に入れるため大量に持ち込んだそうだが、全て焼却処分に。次に植物検疫カウンターに現れたのは大きな段ボール箱を持った日本人らしき2人組の男性で、箱から取り出したのは洗濯などで使うあれで、その後も続々と箱の中から謎の洗濯ネットを出す。こうしてカウンター全体に並べられた謎の洗濯ネット、それは驚きのものだった。
大きな段ボール箱から続々と洗濯ネットが。その中身は生きてます。なんと生き物らしい。子供たちが大好きなこの生き物、一体なんだ。大きな段ボール箱を持った日本人らしき2人組の男性。箱から取り出したのは洗濯などで使うあれで、中にはさらに小分けにした洗濯ネットが。そしてその中身はというと、そうクワガタ。なんとこの大量の洗濯ネットの中身全部クワガタ。しかもこのクワガタほぼ全てがまだ生きているのだ。生きてますこれで容器に入れて餌やれば、まあ、2日ぐらい経ったらもうピンピンしてます。生きたクワガタを大量に持ち込む男性たち、一体彼らは何者？何をされてらっしゃる方なんですか？自分なんですか？はい、いや昆虫販売。そう、実は彼ら国内にカブトムシやクワガタなどの昆虫を卸している昆虫販売業者。どこで取ってこられたんですか？今回はフィリピンなんですけど、まあ、世界中大体向こうでトルコさんがおるじゃないですか。あ、なんかもうトルコを見つけてて、それであとは引き返すだけ。実は彼らフィリピンなどの国を訪れ、現地にいる専門の昆虫ハンターからカブトムシやクワガタなどを買い付ける業者さん。オキピタリスノコギリクワガタやアラガール細赤クワガタなど、マニアに人気の種類も混じっていて、今回の買い付け総数はというと、全部で、今回で2122。なんと2000匹オーバー。果たしてこの大量のクワガタたち、無事に持ち込むことができるのか。1万匹ぐらい持ってかけてもらう。これ終わりました。問題なし。もちろんお二人のクワガタは現地で正式な申請済み。大丈夫です。はい、戻せようとしてます。申請内容とその現物を照らし合わせ、間違って別の昆虫が紛れていないかを確認するのも植物防疫所の大事な仕事で、アメリカからやってきたこちらの2人、その荷物の中から、ああそうですか、ビーフジャーキーが。するとビーフジャーキーでできたので全部開けます。一体なぜ全部開けることになったのか。実はこの2人、肉を持っていないと言い張っていたのだ。いいえ、持ってません。ええ、これも小さいから忘れてたんです。嘘の申告をしていたため、全ての荷物をチェックされることに。するとこれ出てきます。これ出てきます。またもジャーキーが。さらにビーフだね。結局出てきた肉は全部で10個。この2人、なんで嘘なんてついたのか。ベトナムの家族にお土産で持って行こうと思ってたんです。トランジットです。実は2人はアメリカからベトナムへ向かう乗り継ぎで羽田に立ち寄っただけ。それでも日本に持ち込んではいけないものは処分されてしまう。まさかここで取られるとは思わなかったです。海外から持ち込まれる様々な病原体や害虫、気をつけてください。はい、お肉は入ってない。ビーフジャーキー持ちの方がいらっしゃいます。二度と豚熱の時のような事態にならないよう、そして日本のブランドを下げないためにも職員たちは戦っている。